というわけで、第14回つくもり絵画コンクールまでもうすぐですね。先生は応援することしかできませんが、ちょっとだけ偉そうなことを言わせてください。内巻くん、それに宇佐美さん、お二人の努力と才能に疑いはありません。私が太鼓判を押します。正直何のありがたみもないと思いますが、それでも押させてください。あとは上手に全力を出し切れるかどうか、それを左右するのは目的への意識、そして皆さんが支え合えるかだと思います。春は惜しくも銀賞でした。だったら今回狙うのは一つですよね。さあ、前回の忘れ物を取りに行きましょう。噛んだ。惜しい。締め切りが来週だから、今日中にあれとあれやって。張り切ってますね、宇佐美さん。そりゃあんなこと言われたらね。いろいろ大変ですけど、立花先生の励ましに報いるためにも頑張ってくださいね。頑張ってくださいね。な、一言？内巻くんも何か書いてよ。いや、それは申し訳ないですけど、前回はやむを得ない事情があったから、本当に仕方なく出しただけです。可愛い嫁は僕だけのものにしておきたいですからね。なるほど。自信がないんだ。コンクールでその可愛さが評価されるから。ここまで言われちゃ黙ってられないでしょ。いえ、別に他人の評価なんて気にしませんから。じゃなくて。いいよいいよ、もうコンクールの絵は一人でやりますよ。やればいいんでしょ。なんか投げやりですね。大事なのは目的意識の高さですよ。うるさい。頑張って金賞取ってくださいね。おい、あんたら美術部の人知り合いですか？知らない知らない。内巻くんは？いや全然。内巻？ふーん、あんたが内巻すばる。お、確かコンクールで銀賞だった人だよね。まぐれで。ちょっと君、何よその言い方。だってそうだろ、あんなふざけた絵で賞を取るなんて。萌えとか言うんだっけ、ああいうの。実にくだらない。あんなものはただの落書き。僕に言わせれば作品ですらないゴミだ。技術レベルも低いんだよね。もっと色彩や立体描写を勉強した方がいい。参考資料とか読んでる？ちなみに僕は今まで100冊以上読んだかな。100冊？すごいですね。何感心してるのよ。どうせ頭でっかちで実力が伴ってないパターンだよ。なら次のコンクールで勝負するかい？僕か美術部、どっちが上位入賞するか。上等よ。
大量に作品を送ってもいいよ。数打てば当たるってね。ああでもゴミを送るのはやめてくれよ。同じ学校の生徒として恥ずかしい。ゴミはゴミ箱へってね。なんで、あんたに。そこまで言われなきゃなんないのよ。頭きた。ちょっとウサミちゃん落ち着いて。何様なのよ、あんた。そもそも誰よ。だ、そういえば自己紹介がまだだったな。僕は2年の。うるさい。ムカつく。佐藤さんちぎれるぞ。で、結局名前も聞けずじまいだったんですが、僕の絵はゴミとか散々な言われようでしたよ。あれってこと、今宇佐美さんが怒ってるのって、実は宇佐美さんも萌えキャラが好きだったってことですかね。いや違うと思うぞ。よし決めた。あいつをギャフンと言わせてやる。どうするんですか。あいつがバカにした内巻くんの絵で金賞を取ってやるのよ。いやいやいや、何勝手に決めてるんですか。だって悔しいんだもん。内巻くんはいいの。あんなやつに好きかって言われて。私は悔しいよ。宇佐美さん、思い出したらまた行かれ。鳩さんやられ放題だろ。とりあえず落ち着いてください。わかりましたから、取りましょうか金賞。内巻くん、はあ、実は僕もちょっと悔しかったんで。なんだやっぱり。ええ、よしそうと決まれば早速明日から頑張ろう。明日から。ええ、そうよ。絶対ギャフンって言わせるんだから。明日はお休みですよ。いかんいかん、ゆっくり買い物しすぎた。内巻くんもう来てるかな。取りに行くぞ。行くぞ。行くしょ。行くしょ。前回の忘れ物を金賞取りますね、姫子先生。おはよう。おはようございます、宇佐美さん。やってるね、内巻くん。感心感心。あれ、制服のシャツ着てこなかったの。ああ、暑かったので脱ぎました。ああ、もう脱いだらちゃんとハンガーにかけときなさいよ。しょうがないな。ロッカーの中入れといたからね。ありがとうございます。私は内巻くんのお母さんじゃないんですけど。確かに年齢的にはお母さんっていうよりお嫁さんですよね。え、お嫁さん。私が内巻くんの。ただいま。おかえり、スバル。今日も可愛いよ、みずき。ご飯にする？お風呂にする？それとも、それともかな。あれ、なんかさらに熱くなってきてません？よし。できた？とりあえず。どれどれ？次はここから服を描いていきます。いや、なんで下着姿描いてるのよ。え？宇佐美さんはその下裸なんですか。なんで私着てますけど。こういう見えないところまできちんと想定することで深みのあるキャラができるわけです。ちょっとだけ感心しちゃった。ところで宇佐美さん、昨日頼んだ資料持ってきてくれました。うん、一応こんな感じ。おお、いい具合にフリフリですね。よかった。でもよく用意できましたね。実はこれさやかに借りたの。さやか？ほら、この前部室に遊びに来てた子。ああ、あの時の。じゃあここでいい？え、
着てくださいよ、あっち向いてますから。はい。今回は衣装のシワのつき方とかこだわりたいのでお願いします、宇佐美さん。いや、ちょっと何言ってるかわかんない。大丈夫です、似合うかどうかは問題じゃないので。どういう意味よ。おお、あんまり見ないでよね。いいですよ、宇佐美さん。あ、本当？はい。フィギュアみたいで。せめてお人形さんといえ。じゃあ早速ポーズもお願いします。はいはい。なんか自分じゃないみたい。こんなの着てるからかな。すごく新鮮で可愛いかも。内マイクもいいって言ってくれてたし。なに、内マイクずっとこっちを見てる。これはもしかして私に見とれちゃってる。私に。宇佐美さん。はい。パンツさっきから見えっぱなしですよ。え？絶対前みたいにパンツを隠さないでよ。コンクール用なんだから。え、ダメなんですか？当たり前でしょ。あら、宇佐美さん、どうしたの？その格好。なんでも。確実に出来上がり、そして結果発表当日。すごい、金賞ですよ、金賞ですよ。おめでとう。ありがとうございます。でもこれは自分の絵を差し置いてまで手伝ってくれた宇佐美さんのおかげです。いやいや、言い過ぎだって。なのでこれはこうです。お？ちょ、これ怒られない？その時は逃げましょう。でも珍しいですよね、宇佐美先輩が内巻先輩の絵を手伝うなんて。お、何かあったんですか？あれ、そういえばなんだっけ？っていうか、僕ら何か忘れてません？うん、すごく重要だったような。まあいいか。おい。はい、どうかされましたか？僕の絵がどこにも展示されてないんだが。申し訳ございません、展示してあるのは入賞作品のみです。
正義のヒーローってお前、ダメ？ダメとは言わんが、次の欄はなんて書くんだ？これをつける。見た目かよ。かっこよさ大事。でもそれ進路調査だろ。再提出食らうぞ。そうかな。じゃあ部長はなんて書いたんですか？俺か？俺は布団屋さんだ。どんだけ寝る気ですか。ああ、宇佐美からも言ってやれ。何をですか？ああ、将来なりたいもの？ああ、これ私も書かされたよ。なんて書きました？いいよ、別に。いやいや、先輩として後輩の手本にならないと。ならないと！聞きたいだけでしょ！可愛い後輩のこの訴える瞳を見ろ！引っ張るほど言いづらくなるぞ。お嫁さん。もううるさいうるさい。っていうかこれちゃんに笑われたくないよ。何か正義のヒーローって。そんな漫画みたいなのありえないから。私ちょっと言い過ぎ。宇佐美先輩の一方通行！な、誰が一方通行だ！宇佐美先輩の一方通行！まったく。あれ、何かあったんですか？知らないわよ。なんか宇佐美さんは一方通行とか聞こえましたけど。何ですか一方通行って。俺が説明しよう。しなくていいです。宇佐美先輩のバカカバ招け、こなんこなす。お、ごめんなさい。この儀式では一瞬の油断が命取りなの。ましてや生身の人間では膨大な闇の力により正気を。それ怪我ですか？大丈夫ですか？大怪我ですよね。いや、これは負傷ではなくって、邪竜を封じ込める封印。クンド、静まれ、アフニールよ。今日はもうこれくらいにしておこう。何してたんですか？ふむ、実にいい質問よ。ありがとうございます。この学園を守ってるの。お、ここは普通の人間には見えない歪みがあって、あの辺りに私はその侵食を防いでいるの。なんと、そんな危険な屋上だったとは。そうとは知らず、今までのんきにタコ揚げしてました。それは危なかったよ。でも今は邪竜に闇の力を吸収させているから大丈夫。身を挺して、ほんとのヒーローだー。師匠、師匠と呼ばせてください。私、ちょっと待って。師匠って？私、正義のヒーローになりたいんです。でもそんなのないって部活の先輩に言われて、今喧嘩中です。
なるほど、正義のヒーローか。だったらまずちゃんと仲直りできなくちゃ。ヒーローは仲直りが上手なんだよ。そうなの？うん。ほら、倒したモンスターが起き上がって仲間になりたそうにこっちを見てくるでしょ。たとえさっきまで戦ってた相手でも、戦いが終わったら仲直りして友達になるの。よし、じゃあ仲直りできたら師匠になってあげよう。できる？仲直り。わかった、待ってて。さん、何ですかそれ？これは封印です。師匠が巻いてくれたの。封印？師匠？グー、左目の黒竜が。それこれちゃん、お菓子買ってきたよ。はい。師匠って？開口に導かれ、新たなる同調者を得た。共に行こう。我らが魂が滅するその時まで、私はお前をずっと待っていたのかもしれない。赤眼の勇者よ、来たるカタストロフィーが世界を覆う時。次回、この美術部には問題がある。秘密のトレジャーハント、お楽しみに。